5月30です。さて、まあ、だらだらやってても仕方がないから、仕上げちまうかという感じです。で、まあ、あそこの荷物は壁押さえ液ですね。まあ、一応ここも塗るので、まあ、塗らないとちょっと辛気臭いというか、ドヨーンとした壁と、光を反射しないから結構暗い部屋になっちゃうんで、まあ一応あれを壁押さえで壁が落ちてこないようにして、塗って、でその後に余ってるペンキ塗ろうと思います。まあ結構面積広いんよね。まあ砂壁と珪藻土には全部塗るので、まあそんな感じです。はい。で、今度はこっち側の面を今日はやっていくのですが、で、いかんせん、ここね、畳の間にしたことを俺は忘れていたんですよ。なので、こっちみたいに、こっちをこのように棒をね、つけるべきではなかったっていう後悔に今、苛まれてますね。なので、こういうちょっと薄っぺらい板を、まあ、ここに合わせて、まあ、止めていくという感じにしないとちょっときついなというわけなので、はい、まあ一応このまあまずはこれをビタであそこにはまるように切って、それでまあ畳が入るようにやっていきます。何本だろうな、1、2、3、4、5、6、7、8本、まあ、8本ぐらい、入れていきます。じゃあ一緒に行ってみましょうか。
違ったくせえわ。あ、そう、じゃあもう一個やっていこうか。結構まああとはこれどうしようかなって感じ。やっぱり石膏ボードじゃないと断熱性もコストも下が、断熱性が上がりかつコストも下がらないからな、そうなると思います。まあ一応はぐってた畳もまあ戻しました。なのでまあまああとはここら辺に壁を作り、まあ、あとは引き戸をはめ持ってきてはめちゃってドアの位置だけを決め、それでやろうかなって感じです。まあさすがにドアをどうするかなので、こっちはねでもやっぱり壁で仕切っちゃうと本来の日当たりの良さはやっぱり当然消えるので、いやでもまだね、今年は無理にしてもね、ここすぐ石膏ボード抜いて
あれだ、トタンがすぐあるから、木ってさ、窓つけたいよね。まあ来年あたりここをもう切っちゃって、2段ベッドをもうちょい高くして、2段ベッドのね、段ごとにちゃんと窓があるような、そんな2段ベッドにしようかなっていう気ではいますが、ちょっと今年は無理くさい。なので、まあ、一応壁を仕切って仕切って部屋にしていこうかなっていう感じです。なので、もうここ仕切るっていうことになるので、物を移動しようかなって感じですね。